マイリトルポニーはアメリカの大手玩具メーカーハズブロが展開している女ジ子ジ向け玩具である。1981年にボニー・ザッカーリーが子供向け番組ロンパールーム向けキャラクターとしてマイプリティポニーを発表し、1982年にマイリトルポニーとして玩具の展開を開始。後日のアニメ化などもあって1980年代にはアメリカで人気商品となった。 日本においては1985年2月に宝が第一世代からキャラクター設定を転用し顔の表情や体型を日本人好みのものに変えたものを日本独自のマイリトルポニーシリーズとして展開した当時のシリーズにはおしゃれなポニーかわいいポニーなどの商品ラインアップがあったその後は日本独自デザインのマイリトルポニーはなくなり ハスブロ版のマイリトルポニーとそれを元にした日本限定商品が販売されている。第2世代はトミーが展開、純プランニングからも公式アクセサリーが発売される。2007年には第3世代がタカラトミーによって商品展開された。2013年には第4世代が後日のテレビアニメ放送と連動し、ブシロードとドリームズカムトゥルーが共同で、 玩具や雑貨商品の展開を行った。2015年時点では、セガトイズがライセンス契約を取得している。2021年、セガトイズは子供服のアパレルブランド、ジェニーラブとのコラボレーション企画として、マイ・リトル・ポーニーの世界観における初の日本発祥の新キャラクター、ジェニコを登場させると発表した。1984年に短編、 デスキューアットミッドナイトキャッスルを皮切りに、1986年に最初のテレビシリーズ、マイ・リトル・ポニーが放送され、1992年には、マイ・リトル・ポニー・テールズ、2010年からは、マイ・リトル・ポニー、フレンド・シップ・イズ・マジックが放送されている。2013年1月23日に行われた、ブシロード新プロジェクト発表会にて、同年4月2日より、テレビ、 東京系列他で、デュアルステレオ放送として、マイ・リトル・ポニー友達は魔法が、前後1 2話で放送された。一部主要キャラクターの声役には、ミルキー・ホームズを起用している。2015年に、初となる劇場版、第1作、マイ・リトル・ポニー、エクエストリア・ガールズの吹き替え版がネットフリックスより、配信された。その後、第2作、マイ・リトル・ポニー、 エクエストリアガールズ虹の冒険、第3作、マイ・リトル・ポニー、エクエストリアガールズマイナスフレンドシップゲーム、第4作、マイ・リトル・ポニー、エクエストリアガールズマイナスエヴァー・フリーの伝説も続けて配信されている。2017年には、初となる大規模公開の劇場版、映画マイ・リトル・ポニー・プリンセスの大冒険が世界各国で公開。 日本での公開は見送られ DVD スルーとなった。ありがとうございます。